行ってきます。今日はビービスでちょっと攻めてみようかなと思います。それでは行ってまいります。はい、2ラウンド目、親父だけ入ってきたけど、これね、ぶっちゃけ良くなかったっす。今日はどうした？いやいや、今日はどうでしたかって聞いたの。そんな顔しようとは言ってません、僕は。言ったじゃん。何？さあ、今日は何作るんやった？ガパオライス。ガパオライスやな。でお腹すいた。まずガパオライスと行ったら、おひき肉も買った？ん？ひき肉画像した？ん？ひき肉買ったっけ？あ、え？は？持ってきてないの？え？ちょっと待って、持ってきてないの？ひき肉ってさ、買ったっけ？いや、買ったんじゃなくて持ってくるの、家から。どっから？家から。み、教えたじゃん、ミンチあるよって。ここに一番下の冷凍室に持ってきてないの？あれは持っていた、豚こまは。豚こまじゃなくて、うわ、持ってきてないの？ あるわ。あるやん。あるね。入れた覚えないの？茶色を紹介します。パプリカ、はい、ナンプラーと、お酒と、砂糖と、それで全て決まるでね。味、今からガパオライスを作ります。これ垂れるとこ、これ。これを。うまい。ですね、今卵を割っています。
マジうめえ。まずさ、米が完璧やわ。うん、美優の味付けがいいってこと。だって、海で中尾ライスってすごいいい、贅沢。中尾ライスは理にかなった料理ってこと。皆様こんばんは。ただいまこういうことになってます。サーフキャンプ初日の、それでは疲れましたのでおやすみなさい。皆さんおはようございます。あ、2日目入っていきたいと思います。行ってきます。行ってまいります。どこ？お疲れ様です。お疲れ。いや今日はね、良くない。何を作るかというと、ということで今日のサーフキャンプ2日目はあいにくの雨で、朝1ラウンドやってそのまま撤収。あいにく波もあんまり良くないので、ということで今日はこの辺で、明日に向けておやすみなさい。お願いします。それではまた明日。